はいどうもゆきです。ロックマイクゼバトルチップグランプリ実況プレイ続きやっていきましょう。前回で本編はクリアしたんで、今回からクラス X、 このなんか特殊なクラスに行ってみたいと思います。まあ裏インターネット的な感じなのかな。シャドウトーナメント行ってみましょう。これこれドリームウイルス作ったとこでしょ。これワールド3の本部じゃん。メールにあった場所はこの辺だよな。いやいや、この時点で突っ込め。机にワールド3って書いてあるぞ。お前来ただろ、ここ散々。おお。お前たちは？あ？あら、いつもの坊やじゃない。もういつもの人になっちゃってるよ。おっと、囲まれてるよ。しかも裏インターネットじゃん。ネット君、デーノン世界にもナビが現れたよ。これどういうこと？なんだお前たち、また悪いことでも企んでんのか？おー、言いがかりでーす。全くです。我々はもうワールド3ではないというのに、カレー屋さんだもんね。そんな嘘にもう騙されるもんか。早まらないでくれたまえ。名人さんじゃないですか。ん？彼らはこの名人が呼んだのだ。トーナメント参加者として。トーナメントだって？メールにあっただろ？バトルチップグランプリクラス X。真のグランプリトーナメントはここからだ。優勝した君にはシード権をあげてもよかったのだが、くれ。君にリベンジしたいという者が大勢いてね、悪く思わないでくれたまえ。ネット君、どうする？もち、参加するに決まってんだろ？ワクワクしてきた。そう言うと思ったよ。それでこそ、チャンプだ。退屈はさせないつもりだよ。見返りも用意してある。なに。そうそう、君の友人たちも招待してある。あの決勝は見応えがあったからね。ん？演算たちも参加してるのか？では、宴の始まりだ。クラス X、シャドウ、S ショータイム。ほう。スペシャルクラスにようこそ。お、スペシャルクラスって言うんだ。なんか、アメロッパのお姉様、ご夫人が、電気のプログラムのとこ座ってんだけど、あれ。座れてんのか？若干ずれてないか？ここはより高みを目指そうとするネットバトラーのために開かれたトーナメント大会だ。ワールド3のやつらそんな意識高いのか？これまでのネット犯罪の拠点を改装して有効に利用してるんだ。これぶっ壊れたんじゃないの？最後爆発してたじゃん、ワン。シャドウトーナメントはフィールドはランダム、優勝まで15回バトルがあるぞ。あ、決勝と一緒だな。これまでのトーナメントとは比較にならないくらい強い波が参加してる。大丈夫かな？限られたフォルダ内のチップを有効に利用して勝利をゲットしよう。まもなくトーナメント1回戦が始まります。出場者はお集まりくださいね。うっす。じゃあ行くか。誰が出てくるんだ？ヒグレ様、まあワールド3だからかな。マリコ先生を探していたらいつの間にかこんなとこに来てしまったでます。だいぶ迷子ですね、それ。じゃあカットしながら行きますか。ちょっと待って、まさかの準決勝でケロさん出てきたんだけど。皆さんのバトルを見ていたら私も参加したくなりました。あなたダメでしょ、参加したら今回。でもトードマンは可愛い。ただ水属性だったらフラッシュマンで、これ余裕でいけそうっすね、正直。あのね、いろいろチャージスパークとかもゲットしたんですけど、フラッシュマンはサテライト戦法が一番安定するなと思いました。なんで、ちょっとデッキがね、かなり僕の中ではこれが安定したんですけど、ちょっと待って。こんな感じ。サテライトでエレキソードを囲んでるっていう感じです。エレキブレードもいいんだけどね、ちょっと容量的にもう入らないんで、容量でかいナビが手に入るといいんですけど、強いな、やっぱりサテライト。で、周りも潰していくと確実に。エレキバルーン。属性いいですね。氷パネルの上にエレキバルーンは強いです。うわ、しかもまひらしてくる。何気にラビリングがダメージでかいんだよね。ダメージでかいのに麻痺っていう無敵なことしてくるんですよ、あれ。あ、音符、あ、なるほどね。水属性だけど電気の技使えるって普通にトードマンは強い疑惑あるな。まあ、ただその分 HP、おっと、やばいね。やばいね。しかもまたエレキバルーン使ってきたね。このサテライト、うわ、避けやがった。やばくね、普通に強くね。あ、アクアバルーンか。アクアバルーンだったらまだなんとかなる疑惑がある。エレキソードで、オッケー。属性がバルーン大事ですからね、なかなかそこが使いづらいというか難しいところなんですよ。オッケーオッケーオッケー。あ、モストクラウドは使えるかもしれない。これはいただきたいですね。やっぱり視界の方が向いてるみたいですね。ありがとうございました。いや、十分強そうだった。今回は属性相性が良かった。シャドウトーナメント決勝戦を開始します。誰だろう。来ないじゃん。おー、相手の姿が見えません。行け、シャドウマン。あ、シャドウトーナメントだからシャドウマンなのか。なるほどね。ナビのデータをスキャンするよ。いや、出てこいよ。もう知ってるよ。え、村正。ちょっと待って。え、デッキどうしようかな。
いやでも使い慣れたこのデッキの方がいいな。下手に強い相手だからって変えるよりは属性とかもないのであれば、むしろスロットインの時の立ち回りでなんとかしよう。あ、リモコゴロウ3をスロットインの1個に入れてるんで、ヤバそうな時はそれでガードができるんですよ。なね、そこの発動のタイミングと、あとは L ボタンがエレキブレードにしてるんで、ガードした方がいいのか攻めた方がいいのかっていうところですね。おい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 、こっちがリモコゴロウの解説してる時に使ってくる。そう、ガードできるから結構便利なんだぞ。サテライトで、はい、禁されるけど残り半分。で、リモロウソク破壊。オッケー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 。リモロウソクは後に残しといても厄介なんでね。で、エレキソードでリモコゴロウ破壊。あー、なんもないところだった。フレ、お、ナイスナイス回避。この回避はマジでナイス。で、パネルスチール使って、向こうさ、浮いてるけど毒パネル向こうとかないよね。大丈夫だよね。さすがに大丈夫だよね。こっちも食らうでしょ？あっちも食らうよね。よかったよかったよかった。これでブレード系か。サテライト本投げて、残り300。あ、ソニックウェーブ？おい、いや、回避がうまいのかな、シャドウマン。めっちゃ回避してくんね。回避がうまい系はね、もうどうしようもないんで厄介なんですよね。ダメージも与えられないし、バトルチップも壊せないしっていう最悪なんですよ。でもネオンライトの麻痺が毎回刺さる。相手の攻撃を確実に回避できるっていうところでね。さあ、これでちょっと一旦ストップして様子を見よう。あ、このカードだったら、このカードだったらサテライトでソード壊せなかったら、うわぁ、使ってきた。無駄マーサー。ノー、ナイス回避。これは助かりました。ありがたいです。いや、マジありがたい、今のは。村正ってダメージ食らった分攻撃だったら相当やばかったからね。フレームブレード、これはまあまあまあ一発耐えましょう。ここでパネルスチールからの、はい、ネオンライト。地味に回避率もパネルスチールで下げていくと。で、毒ガス発生、これは仕方ないけど、ここでフレームブレード破壊できます。ありがたい。あ、ストーンキューブは嫌だね。ストーンキューブは嫌だから、ここでスロットインにしよう。ここでエレキブレードの方だね。防御よりはここは攻めた方がいい。よし！オッケー！シャドウマン撃破。これは立ち回りと、あとは回避の運で勝てた感じ。村正ゲット！あ、村正は使いたいかある。話すことなどない。優勝おめでとうございます。副賞としてナビチップが送られます。シャドウマンか。どうなんだろうな、強いのかな。でもこれで X トーナメントクリアですね。またメール来た。トゥーフィカリネット様。クラス Y、 あ、XYZ ドラゴンキャノンっていうこと？ Z まである感じ？もしかして。ネットナビのプログラム容量が 40MB。ありがとうございますなんですけど、じゃあこのまま行っちゃおうか。このまま行っちゃおうか、クラス Y。基本この1個になるとやりやすくていいよね。アシュラトーナメント、アシュラマンか、誰が出てくんだ。あ、ゴスペルのビルじゃん。ゴスペルのビルじゃん。ゴスペルの地じゃん。どうだ、クラス X も軽く突破だぜ。見事だ。ところでネット君、フォルテ知ってる？フォルテと戦う条件わかんなくて今困ってんの。フォルテとどうやって戦えばいいかわかる方コメントください。ん、小坂博士が作ったネットナビのことだろ。懐かしい名前、小坂博士。そうだ、我々は奴を追っているのだ。我々だけではない、オフィシャルも奴を探している。自らの意志で動く完全自立型ネットナビ、その未知なるテクノロジーを我々は欲している。そして恐れてもいる、その脅威の力を。奴は行方をくらましたままだ。だがこの仮初めの平和に喜んではいられない。それがこのトーナメントの理由なのですか。そういうことだ。フォルテの行動に未だ明らかな法則は見出せていない。だが少なくとも奴がネットバルトボルのあるところに現れやすいのは確かだ。奴は強いナビを求めてさまよっている。強いナビたちがバトルするこのトーナメントでフォルテを捕まえようということですね。なるほどね。その餌にしてんのか。理解が早くて助かるよ、ロックマン君。餌にされてんのか、俺ら。もちろんフォルテを誘い出すための餌だなどと言っては参加者が集まらないのでね、間違いない間違いない。バトルチップグランプリを利用させてもらったというわけだ。随分なやり方ですね、間違いない。手段を選んでいられる状況ではないのだよ。そんなにやばいのか、フォルテ。いや、フォルテは強いけど、そんなになんか意図的に悪さしてくるタイプじゃないけどね。もっとそろそろ時間だ。せいぜい派手に行こうじゃないか。奴においで願うためにもな。クラスワイ、アシュラ、It's showtime! 誰が出てくるんだ？ああ、いつものメンバーですね、これ。
いつものメンバーたちは出てきてますが、今回2の敵が多いとか、ああ、そういう感じですね。このバトル会場に俺様の嵐を吹かせるぜ。嵐とアシュラちょっと似てるんだよな。まあいいや、この辺カットでいきましょう。お、アシュラのラストは名人か。こんなところまで来るとは大したテクニックだな。ナビのデータをスキャンするよ。ゲートマンでしょ。お地蔵さん持ちね。こっちも持ってるけど容量大きすぎて入れてないんだよな。まあいいや、行ってみよう。フラッシュマン頼むぜ。もう完全にフラッシュマン相棒になった。これ、バトルチップグランプリやるまでフラッシュマンまさか使うとは思ってなかったね。全く思ってなかったね。バトルチップグランプリ実際やったことある人とか誰使ってたんだろう。よかったらコメントで教えてください。じゃあ行くか。さてと、HP 結構あるね。まず向こうのデッキ見たいな。どんな感じ？お地蔵さん多くね？てか基本置物系？わ、え、しかもあの影分身もあるし、これ結構厄介かもしれないな。とりあえず、じゃあこの容量70めちゃくちゃでかいやつなんですけど、チャージスパークかっこいいんでね、入れました。容量この間上がったし。これで OK。命中率低いんだけど当たったら割と強い。全体的に削れるからね。いやーでも石はさすがに、てかガードしてもしょうがないけど、まあガードしてもしょうがないぐらいの状況の方が長続きするか。で、このストーンキューブは早めに割っちゃいたいところだけど、リモロウソク破壊は助かる。回復系は壊しておきたいからね。いや、ストーンキューブ割り、あ、でも次のターンで割れるか？ゲートキャノンは、ああ、結構、ゲートキャノン100入んの。強えな、普通に。で、お地蔵さんが来たと。お地蔵さん怖いな、お地蔵さん。お地蔵さん、あ、これはお地蔵さんまだ発動してない。オッケー。お地蔵さん貫通でついでに壊せた。これはめちゃくちゃ助かる。じゃあ、このままチャージスパークでお地蔵さんもう2個あるのか。もう2個壊せちゃったらだいぶやりやすいとは思うんだけど、ネオンライトでまひらせてキャノンを撃たせないようにする。またお地蔵さんあるな。またお地蔵さんあるけど、今度はサテライトだから狙い撃ちはできない。サテライトで OK! サテライトで壊すことができた。ストーンキューバー、これは一旦諦めだな。でサテライト2もう一発撃つ。よし、パネルアウトも割れた。パネルアウトも地味に使われたら嫌だなと思ってたんで、助かりますね。そうしたらストーンキューブ。あ、でもゲートキャノンで地味に削られるな。100がでかいな。あのストーンキューブ割るか。ちょっと待って。そうしたらエレキブレード入れて、先にストーンキューブを壊しに行きたい。このまんま。壊せるか？あ、なかった。なんもなかった。ダメだった。サテライトで、OK!いやーでも結果勝てた。よし、よかった。お地蔵さん発動させなかったのがでかいな。使われたら厄介だったと思う。お地蔵さんくれたし。結構レアなんじゃないのこれ。この名人を倒すとは、君からはすごい才能を感じるぞ。ありがとうございます、名人さん。で、あ、ゲートマンは普通に強いと思う。でもここまで来たらフラッシュマンで戦いたいよね。ここまで来たらフラッシュマン使いたいよね。クラスアップ、クラス Z。やっぱ Z か。ボーナス？スロットイン、スロットイン 80？ やば！え、じゃあチャージスパークスロットインスペースで使えるじゃん。うわ、でも悩むな。あれ、便利だし、ガードもできるし、たびたび使いたい感があるんだよな。うわ、悩む。なるほどね、オッケー。じゃあラスト相変わらずのチップラボラトリーショップに行ってチップを買って終わりにしましょう。いいのくれ。影分身は普通に強い。スモールボーム、トリプルニードル。電気系が欲しい。ヒート V。ダイナウェーブ。あ、ゴールドフィストはいいんだけど、ちょっと微妙だったかもしんないね。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。次回クラス Z 行きたいと思います。誰が待ってるのか楽しみにしたいと思います。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。